トム・コスターはアメリカ合衆国のキーボーディスト、ミシガン州デトロイトで生まれ、その後サンフランシスコへ移る。1971年、ガボール・ザ・ボのツアーメンバーに抜擢された。1972年から1978年にかけてサンタナのメンバーとして活動。同バンドにおいては、キーボード演奏だけでなく作曲面でも貢献し、著名な楽曲として、 ムーンフラワーを残している。また、1978年には、モントルージャズフェスティバルにおいて、ドラマーのビリー・コブ・ハムと共演した。1981年には、ソロデビューを果たす。1986年、スティーブ・スミスが率いる、バイタル・インフォメーションに加入した。1989年発表のソロアルバム、ディド・ジャーミスメは、 ビルボード誌のコンテンポラリージャズチャートで10位に達した。サイドマンとしての活動も多く、川崎に詫び、ジョン・マクラフリン、フランク・ギャンバレ、ジョー・サトリアーニ、国部ヒロコ、ボズ・スキャックス等のレコーディングに参加した。息子のトム・コスター・ジュニアも、キーボーディストとして活動している。ありがとうございます。